友達の結婚式のカメラマンをお願いされたっていうことが撮ることの楽しさに目覚めた、そんなきっかけの一つかなと思います。フォト・ビデオグラファーの浩平です。動画の撮影とか編集は基本的に独学です。地元の飲食店さんとかアパレルメーカーさんとかの映像を撮らせていただいて、それがビデオグラファーとしての始まりになるんじゃないかなって思います。見てくれてる人の心を動かすのかどうか、撮らせていただいている人、物、サービスとか、まず自分が一番のファンになる、そしてそれを作品として届けたいという、その強い思い、強い気持ちで続けていきたいなと思っています。撮影とか編集の技術やセンスっていうのを向上させていきたいなって思いますし、熱いものを持って取り組み続けていきたいなって思っています。